この番組は地上波で放送した内容をポッドキャスト用に再編集して制作しています。そのため番組内で流れたリクエスト曲は著作権の関係で削除していますのでご了承ください。それでは番組をお楽しみください。小雪の小雪にリスキリングポッドキャスト。皆さんこんにちは、山川小雪です。風変わる5月ですね。竹や木々に囲まれたロッテリア那覇安岡店、浦添高校生だった私がジュークボックスを友達と占領しに通っていた数十年前にもこの木々を走る風の風景が変わらずにありました。番組営業の中村さんは新都心の国際高校出身だったので、彼も高校時代に何度もここロッテリア那覇安岡店に来ていたそうです。番組 CM のコピーにはそんな彼の思いが入っているんでしょうね。彼は私より多分10歳ほど年下です。中村さんも私と同じ木々に覆われたこの店の風景を見ていたんだなと思うと感慨深いですね。ロッテリア那覇安岡店ができたのは1984年の40年前。あの頃から変わらず同じ場所で営業を続けているというのはすごくないですか？皆さんは40年もの間営業を続けている店を何店舗くらい知っていますか？この皆さんへの問いかけがリスキリングという重要なポイントなんです。今日はこの時代の変化で生まれてきた新しい概念リスキリングの時代背景を語ってみようかなと思っています。それでは番組スタートです。リスキリング、ほぼ毎日のように経済関連の新聞や雑誌に登場するリスキリングという言葉ですが、急に登場するようになったのが2年前の2022年の岸田総理の所信表明からです。その前の岸田内閣の新しい資本主義構想の中には、職業訓練、学び直し、障害教育という言葉が使われ、リスキリングなんて言葉は全然出てきませんでした。それが突然所信表明演説でメインキーワードとして登場します。しかも5年計画で1兆円もの超大型予算をつける政策です。当然マスコミは職業訓練や障害学習ではない新しい概念としてリスキリングをそれぞれの言葉で説明しながら毎日のように紙面や番組で使っています。時代変化から来る現象だったなら民間主導の自然な流れが起こるので、新しい言葉だとしても私たち労働者は概念を理解しやすいです。でも進行中の想定される社会変化へ政策で働きかける政府主導だと人材投資のお金だけが目立ち、理解しにくいのが今の状態なのですね。ややこしいのがリスキリングが世界的な規模の重要政策で、2018年のダボス会議が世界のスタート地点で、マイクロソフトやアマゾンなどの大手企業がすでにうまく使って話題になったのに対して、日本は5年遅れで沸点キーワードとなっているだけで、半年前のデータではありますが活用率も 20% 以下なんですよね。意識も行動も世界から遅れを取っているという感じはあります。オープニングトークでも問いかけましたが、40年間変わらずに営業できている職業や職種はとても少ないです。40年前、私たちの街の至る所に写真館や現像所がありました。家族写真を撮ったり、修学旅行の写真を現像したり、パスポートの証明写真を撮ってもらったり、写真の重要性は変わらないのに、職業としての写真館や現像所はだいぶ減りました。また駅改札口の改札パンチの駅員さんがいなくなりました。関東では人員削減につながりやすいからと、自動改札機の導入見送りを労使交渉で決めたものの、
関西では積極的に導入し、経営や福利厚生に差が広がり、気づかないうちに改札口が自動化されて全国規模で普通になりました。どんなに必要とされる内容であったとしても、どんなに強い意思決定があったとしても、職業や職種は経営というお金の循環の流れの中に価値を認められなければ、待ったなしで現実を突きつけられます。40年単位で話しましたが、今は10年単位、5年単位、 IT 業界なんて3年単位で変化しています。一般的なリスキリングの定義は、 DX デジタルトランスフォーメーションを意識し、新しい職業へ就くための学び直し、または今の職業で必要とされる新しいスキルの習得です。その必要とされる新しいスキルとは、デジタル化による仕事の進め方の変化を指しています。経営者の視点で説明します。リスキリングの学び直しを業務の一環としてやると対価がないので、つまりお金を生み出さないので、人件費などのコストとして考えやすいのですが、リスキリングは人材投資として業務時間とお金を使う非合理的な考えです。これは数年分の利益を得るのか、時代の変化に適合する会社にするのかの違いになります。従業員を人手とするのか、人材とするのかを問われる感じです。皆さん、新聞読んでます？沖縄県の DX デジタルトランスフォーメーション推進本部会議と財政改革推進本部会議が沖縄県庁にて行われました。法律、条例などの規制により従来の手順を変えられないアナログ規制を見直し、沖縄県職員が DX への理解と主体的な取り組みを促進できるよう DX 推進の心得7か条が制定されたとのこと。県法令ではアナログ規制を2025年度までに見直し改正する方針です。 DX に向けた意識や行動を定着させ、意識の温度差の解消や組織風土改革を目的としたのが盛り込まれています。県デジタル人材育成方針も2024年度中に策定されるとのこと。県庁職員が率先してデジタル知識やスキルを体系的に学び、業務改善を図るんですね。2ヶ月ほど前の記事ですが、琉球新報よりこんな記事を拾ってみました。今日はたとえ必要とされている職種であっても、時代の変化に対応できないと社会から次第に必要とされなくなる、そんな話をしました。さすがにもうポケベルを持って仕事をしている人はいないと思いますが、時代の変化を知ることは重要です。リスキリング、小粋に時代を乗り切っていきましょう。それではお知らせです。番組内で使用している BGM はすべて著作権フリーの音源を使用しています。番組では番組で紹介してほしいご自身がやられたリスキリングなどをメールで募集しています。メールアドレスは英語で雪という意味の snow snow@rokinawa.co.jp です。お相手は山川小雪でした。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。